皆さん、こんにちは。ピリオディスタ小澤です。こちらの試合も延長戦で、しかも PK 戦までもつれ込みました。死闘となりましたけれども、今回は7月の5日金曜日21時キックオフで行われましたユーロ2024の準々決勝、ポルトガルとフランスの大一番についてお話ししたいと思います。結果は120分を戦って0対 0PK 戦にもつれ込みまして、PK 戦は本当に外す選手が出てきてしまうので、ちょっと切ないですね。しかも、ポルトガルのジョアン・フェリックスが外してしまいました。対するフランス、5人全員が決めまして、PK 戦は3対5、フランスが見事にベスト4準決勝進出を決めました。ブラボー！おめでとうございます。両チームともに120分を通じて、決定力が、出せなかった試合になるかと思います。ポルトガルのロナウド、そしてフランスのエンバペ、このエース対決に注目が集まりましたけれども、両エースともに当たりが出ず、ゴールを決められることができずにということで、スコアレスドローに終わりました。前半に関して言うと、ほぼほぼ見どころのない、超潮試合となってしまいました。前半は割愛しましょうというぐらいの、乏しい内容になりましたけれども、ただ後半は、両チームともにギアを上げて、攻め込みましたし、ポルトガルは60分過ぎに60分、63分にブルノ・フェルナンデス、ビティーニャと決定機ありましたし、対するフランスはその前後に、カマビンガやコロムアニにね、決定機ありましたので、どちらが、先制してもおかしくない展開の中で、やはり後半、交代カードを切った両監督、その中で交代選手が、少しね、流れを変えていったのかなと。ポルトガルで言うとフランシスコ・コンセイソンがやはり右からの、カットイン、ね、彼がダイナミズムを生み出しながら、惜しいチャンスを作っていましたし、対するフランスは、なぜ先発しないのかわかりませんっていうぐらいにデンベレが入ってきてからガラッとフランスの攻撃が変わりました。もちろん、彼自身も決定力が、なく、シュートが枠に飛びませんでしたけれども、やはり彼が右サイドで、ドリブルで切り裂きながら攻撃を牽引していったことでフランスがかなり攻勢に出ましたし、左は、ラテラル左サイドバックのテオ・エルナンデスの上がりで、かなりね、左右の攻撃のバランスが、フランスは良くなり、右の軍でもね、相当上がっていってましたし、後半に関して言うと本当に一進一退の、面白い展開になりました。そういう中で90分で決着つかず、延長戦に入っても両チームがゴール前に迫るような、シーンが多かったですから、特にポルトガルは延長の後半にジョアン・フェリックス、そして最後の最後120分にヌーノ・メンデスに惜しいチャンスがありました。お互いに好機を生かせずに、延長120分でも決着がつかずという形で PK 戦となりました。PK 戦はやはり、ポルトガルがラウンド16で、守護神ディエゴ・コスタの見事な3本連続 PK ストップありましたので、これはポルトガル有利かなというふうには見えましたが、逆にフランスの選手たち見事に落ち着いて、5人全員がね、しっかりと決めるというところの、メンタルタフネスもさすがフランスというね、フランスの力強さを見せつけましたし、ただこの試合もゴールがなかったエンバペ、ちょっと気になりますかね。グループステージのオランダ戦で尾骨骨折をしてフェイスガードを、つけてのプレーとなってますので、視界のみならずちょっとプレーのパフォーマンスも、ぼやけてしまってるのかなというぐらいパッとしませんし、もちろん、すごいスプリントでね、ぶち抜いていったようなシーンがありましたけれども、ただ後半の、55分ですか、コーナーキックから、ベルナルド・シルバの、ヘディングシュートがね、顔面に当たってしまって、おそらくそれでまた、めまいがするような形で、ちょっとクラクラしながらおそらくプレイしていたかと思いますので、延長の前半のみで、ベンチに下がってしまいました。フランスはエンバペに、当たりゴールがね、生まれていない中でも、ここまで5試合で3得点のみで、ここまで勝ち進んできているというのは、やはり守備、メニャンね、中心に、ウパメカノ、そしてね、今大会のサリバすごいですね。今大会ナンバーワンのセンターバックじゃないかなと思って、サリバの守備見ていますけれども、この試合も完全にロナウドをシャットアウトしていましたし、両サイドバックのクンデ、テオも、攻撃参加をしながらもしっかりとね、守備で安定をもたらしているという意味では、相当にハイレベルな両サイドバックだと思います。逆に攻撃陣、前線のところでなかなか、最適解がデシャン監督やはり見つけられていませんので、本当に今大会のグリーズマンの低調なパフォーマンスであれば普通にデンベレやバルコラをね、使った方がいいと思いますけれども、次の準決勝スペイン戦でデシャン監督どう、前線のね、顔ぶれ陣戦を決めてきますかというところですが、改めて両チームのスタメンと戦術的なポイント解説をしておきましょう。はい、まずは左、ポルトガルですけれども、予想通りの布陣でした。ゴールキーパーディオゴ・コスタ、ディフェンスライン右にカンセロ、ルベン・ディアス・ペペ・ヌーノ・メンデスのバックフォー、ビティーニャとパリーニャのドブレ・ピボーテに、2列目右にベルナード・シューバ、ブルノ・フェルナンデスがトップしたラファエル・レオン。この試合は非常に良かったんじゃないかなと思います。ロナウドのワントップ。この試合、そしてね、まだ言及していなかったですけれども、
41歳ペペ、この試合も素晴らしかったですね。まあ、コロムアニとの、1対1の、ハートで守った。しかも41歳にしながら、年齢的な全くね、衰えを感じさせないスピード、パワー、抜群の安定感。本当に未だにポルトガル代表を牽引しているディフェンスリーダーとして見事な魂も見せてくれましたが、パフォーマンスだったんじゃないかなと、改めて拍手を送りたいと思いますし、まあ、これで、代表引退となれば少し寂しいかなと、ロナウドと共に、ペペがね、いなくなるポルトガル代表になってしまうと、また一つの時代が、ね、終わってしまったことを感じてしまうかなというふうに思います。対するフランスですけれども、こちらの変則の、442のシステムで紹介しておきましょう。ゴールキーパーメニャン、ディフェンスライミーから組んで、ウパメカのサリバ、テオエルナンデスのバックフォー、チュアメニがピボーテに入って、カンテと、ラビオが出場停止でしたので、カマビンガがこちらに入りました。非常にカマビンガ良かったんじゃないかなと思います。決定機もね、惜しいチャンスありましたけれども、右足でしたので枠に飛びませんでした。グリーズマンがトップ下、あるいはファルソノエベ的な立ち位置でコロムアニとエンバペの2トップというような並びでした。まあやはり両チームともに保持でしっかりと、ボールを握ることができますし、まあ特にポルトガルの方が、ね、カンセルを上げながらベルナルド・シルバを内に入れての、ビルドアップのところで言うと、しっかりと、主導権握れていたと思いますし、まあそこに対してのフランス代表の守備もハイプレスはありませんでしたので、まあグリーズマンを真ん中、守備の時には 4-3-3 気味でこういう配置にはしてましたが、まあそれほどポルトガルのビルドアップに対してのプレッシングは、ね、かけていませんでしたので、比較的、両チームともに球出しのところはスムーズにストレスなくできたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ただ、ポルトガル代表としてもやはりフランスの中盤そしてディフェンスラインのところを超えていくのは非常にね、難航していましたので難しかったですね。まあ、なかなかポルトガルとしては崩せない分、ロナウドめがけてのアリクロスをもっと入れていってもよかったと思いますけれども、意外にそういうクロスの、打ち込み差し込みも少なかった印象です。まあ、対するフランスも、保持のところではちょっと、まあ、前線のね、並びが、非常に不透明でしたので、まあ、なかなかリンクマンとしてのグリーズマンも機能していなかったので、まあ、チュアメニがボールを持って結構さばいて、まあ、特にね、クロースのように大外右側に展開するみたいなチュアメニの、サイドチェンジの能力は出てましたし、まあ、カンテやカマビンガがドリブルでね、スルスルっと持ち運んで、うまく局面打開はしてましたけれども、それほど厚みのある攻撃、それからフィニッシュワークのところは、ちょっとヘドを崩しましょうというところはやはりありましたので、なかなかグリーズマン、エンバペに調子が上がってこない。この試合はテュラムではなくコロムアニでしたので、まあそこもね、あまりコモロムアニ自体も、どこにポジションを取っていいのかわからないみたいな形でしたので、やはりデンベレがね、右に入ってからの方が、フランス代表攻撃がスムーズになったんじゃないかなと思いますので、まあ本当にデシャン監督が、準決勝スペイン戦で、どういう前線をね、並びを使ってくるのか、グリーズマンを、思い切ってベンチスタートに置けるかどうかっていうところも一つ焦点かなというふうに思います。まあフランス代表、内容はいまいちな試合がずっと続いてますけれども、まあデシャン監督の下でのフランス代表は、ずっとこういう形で強さをね、国際大会で発揮してきていますので、もちろんここからのラウンドも、スペイン代表相手でも、強さをね、次の準決勝で発揮してくるんじゃないかなと。まあこれでエンバペやデンベレにね、当たりゴールが出てくるようになると、相当な攻撃力になると思いますので、やはり、相手ライバルからすると非常に怖い、不気味なフランス代表じゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。わさらポルシマ。